2番3番、うん、で4番、4番がローラー、うん、ここで習字機でいう機械で水を吸う吸うたらこれがこういう一晩置くと、もう長い長い、そう覚えられへん2番行こう、2番行こう、直した、うん、2番行こうよ、もう1番今取ったから2番目の工程、これが一番針、針、A4 で乾いた状態の紙ですね。やってや、2番目やってや、2番目なんかいつもでやってるとこ撮ってもらえるそうあれやから、はい、もうあとはカメラマンにお任せして、はい、いつもやってるところを撮っていただいたら、うんうん、今一番撮って、もう2番、もう2番行ったんや、2番行ったこれ、2番いや、だから、これ2番、うん、それ、上なんか外れた、あ、そうやろ、これが、そうやから、これカバー外したらそれやろ、で、そこに、金網乗せ、そうそうな、や、乗せて、要するに、バスクの材料もういいから、乗せて乗せて、OK そこまで取るわ、で、次待っといてや、そこで待っといてや、やってくれてよ、スイッチ入れて、ああで今水吸うてんねや、水吸うてる、はい、OK これが1、2、3、はい、で4番が4番こっちやったんかい、これ4番ローラー4番ああでこれを板に貼る、板に貼る、これね、え、ちょっと待ってよ、その板に貼るとき、ちょっと待ってよ、これが今が貼る部分、ちょっと待ってよ、ピントアップで、はい、はい、OK で、外すね、うん、で、板に貼る、うん、貼った。で、これで4番いくぜ。おう、4番。4番、はい。長いで、ね、ここは。あ、ポンポーンとするの。水、完全切れへんから。ああ、それで、切って。切って、これ、食後を外す。外す。おう。ああ。これが、最後の仕上げ。うん。またポンポン口に浮かんと水入るから、うん、で、その状態で乾かすんや、取ってる、うん、その次ど乾かすんやろ、かここで最終ここでどのぐらい乾かすん、もう一晩中、一晩で乾くで、分厚い白物やったら2晩ぐらいか、雨降った時とか、あ、湿気でな、湿気で乾きにくいし、天気いい日やったらもう一晩で乾く、あ、OK 今乾燥してる時期やから今日はな、よう乾くわ、よそではストーブで乾かしてる、よそ、はい、委員長から説明が、委員長こっちです、カメラの方を見てください、はい、インフルエンザに、はい、塩素酸水っていう容器を作って、発注だった部分を発送してます。これはまあメーカーさんの下請けでやってまして、まあ、今回のコロナウイルスなんかにも効くと思います。ああ、そうなんだ。はい。これボンボンってことは今ボンボン出てます。一応2月からは今までの倍出てます。ちょっと出過ぎて問題。もう仕事が追いつかない。そうそう、まあそれもせえけど、こっちもまあ結構値段もらってますから、逆に上がりすぎて財務にこたえ、みんなに払えるかどうかだと。なるほど。
中国製やからね、まあ、なかなかこう。いやいや、まあ、日本製やと思いますよ、家族やから。だけど、そんだけ今まで出てないものが出てるから、中にはアルコールバーや、こういう焼いたものもあるし、まあ、他のものもあると思うんですけど、よく見たら、人形なんか今のところで。まあ、うちは、キットの皆さん、今日はありがとうございました。今日はね、楽しい取材ができました。イメさんもね、可愛がってくれてありがとうございます。また今度機会があればまた取材行きますんで、よろしくお願いします。では、次回の動画で会いましょう。バイバーイ。